2018年3月12日8時45分、全員がこのクラブを心底愛しているわけじゃない、拡大、A マドリードの主。超 MF ガビが、バルセロナへの移籍が噂されるチームメイトの FW アントワーヌ・グリエズマンについて言及した。今夏でのバルセロナ加入が内定していると報じられるグリエズマン。先には、妻がバルセロナで家探しをしていたとの報道もなされ、アトレティコファンの心中は穏やかではない。ガビは11日のリーガエスパニョーラ第28節セルタ戦 3-0 後に会見に出席し、この一連の報道について言及。もしグリエズマンが移籍するとしても、決断を尊重するとした。アントワーヌは全員にとって特別な存在であり、ロッカールームでとても愛されている。このチームでも極上のレベルにあり、だからこそ違いを生み出せる。今季序盤には、バルセロナや他のクラブからの興味が離され、彼を混乱させてしまったのかもしれない。僕から彼に頼んだのは、このチームにいる限りは全力を尽くしてほしいということだった、グリエズマンに対しては、ここにいる限りはこのユニフォームにふさわしい振る舞いを求めていく。すべての選手が心底アトレティを愛しているわけじゃないこと、クラブを変えられることだって理解しているさ。だから、批判したり十字架に貼り付けたりするべきではないんだ。深みのこの発言は、グリエズマンの今季限りでのアトレティコ対談を予感させるものとして、スペインで話題になっている。ボール.com、今、あなたにおすすめ。